のには向かないわ。あら、あなた。あなたは。なんで白衣なんです？ちゃんとした服も持ってきたつもりだったのよ。あなた昼間受付にいた人ね。岡部凛太郎です。東京電機大学の学生で伊崎ゼミで勉強してます。いいわ、無理に丁寧に話さなくても。珍しい名前でしょ、私。え、ああ誰も読めないとか言ってたっけ。沖縄ではよくある名字なんだけれどね。沖縄出身なのか。曽祖父と曽祖母がね、移民なのよ。私はアメリカ生まれのアメリカ育ち。ハーフにはあんまり見えないな。クォーター。外れ。祖父祖母父母すべて日本人よ。 DNA は生粋のジャパニーズ。へえ。
今日はすまなかったな。ん？何が？いや、セミナーの途中で邪魔を。ああ、あれね。気にすることないわ。あなたが声を上げなかったら、多分私が同じことをしていたから。許せないの、ああいう人。いいのか、そんなこと言って。教授が言ってたじゃないか、科学者たるもの常に冷静にって。今のは科学者としての発言じゃないわ。だから構わないのよ。だけどやっぱり良くないわね。反省する。ああいう批判は、言い方こそ悪いけれど、それでも事実には違いないんだもん。私たちの研究がまだ無謀の域から出ていないと言われれば、確かにその通りよ。そうなのか。取り組まなくてはいけない課題が山積みだわ。さっきセミナーで話した以上にね。例えば、記憶データを元の脳に書き戻すことができても、それを脳が利用できなければ何の意味もないの。記憶があっても思い出せない状態、つまり記憶喪失の脳と同じになってしまう。確か人間が記憶にアクセスしようとするときは、前頭葉から側頭葉へ信号が行くんだったよな。トップダウン記憶検索信号ね。だったら、で、最後に側頭葉に記憶を書き戻す過程で、一緒にコピーしたギジパルスを前頭葉の方に送り込めば、記憶検索信号はちゃんと働くと思う。あなた、それを自分で導き出したの？え、ああ。いや、脳科学専攻じゃないわね。ということは誰かに？それとも論文で？うん、それはないわ。まだ論文にはまとめられてなかったはず。何かおかしいこと言ったか、俺。そうじゃなくて、私の後輩がね、
全く同じ理論を提唱していたことがあるのよ。どのスタッフもずっと懐疑的だったけど、彼女だけは絶対に証明できるって言い張っていたわ。結局実証試験に進む前に彼女はいなくなっちゃったんだけど、それは実はこの理論はクリスからレクチャーされた。今なんて？マキセ・クリスが教えてくれたんだよ。クリスがあなたに？いつ？どうして？彼女がこっちに留学してた時だ。友達になってこういう話をよくした。そうだったの、あのクリスが。ありがとう、感謝するわ。何が？彼女と友達になってくれてよ。日本に来てたった一人で、たった一人で勉強していてもきっとつまらなかったと思うから。口喧嘩ばっかりだったけどな。あの子らしいわね。絶対に負けを認めなかったでしょう。ああ、へりくつばっかりこねていた。ロボトミー手術してあんたの前頭葉を書き出してやるぞとかよく言われたし。まさかそんなこと。クリスなら言いそうね。だろ？ちゃんと後輩の教育をしておいてほしかった。その点に関しては認めるわ、陳謝します。どうした？あ、え、え？
大丈夫か？キヨ、ごめんなさい。勇敢なる大佐のアインシュタイン。教授、俺、その…しかし、私の助手を泣かせてしまったのは見過ごせないね。いや、これは…違います、教授。私が勝手に。彼は関係ないですから。つまりそのクリスです。彼とクリスの話をしていたら、いろいろ感情があふれてしまって。クリス、君はクリスの友人？それは岡部凛太郎さん、学生だそうです。そうですか。そういうことなら魔法。はい。ミスター・オカーベに会わせてあげたらどうかな、彼女を。まさか、アマデウスを。ここで彼に出会った偶然、その幸運を大切にしたいじゃないか。日本にいる間、彼にテスターになってもらってもいいよ。部外者なのに、そんないきなり。クリスの友人ならば部外者ではない。そうだろう。ですが、俺、ぜひお手伝いしたいです。ナイス。じゃあ、詳細は魔法に聞いて。よろしく。アマデウスに会わせるとか、テスターとか、一体何の話なんだ？コンベンションでやったデモンストレーション。アマデウスは、私の記憶を使っていたんだけれど、アマデウスのデータとして、もう一人分、研究者の記憶が保存してあるのよ。
さか、あいつ、なのか。そう。アマデウスの中には、マキセ・クリスの記憶が保存されているわ。8ヶ月前のクリスだけれどね。各国の脳科学研究者が連携をして新しい機構を作る予定なの。私たちの研究所が主導してね。教授は今日はオフ。君も？ええ、そうじゃなかったら昼過ぎまで寝ていられるわけないでしょ。クリスのアマデウスはここにいるのか。ええ、あいつと呼んだわよね今。え、ああ、私が思っているよりもずっと親しかったのね、あなたたち。だとしたら会うのはやめた方がいいかもしれないわよ。どうしてだ。相手が親しい人であればあるほどあのシステムは残酷だと思うから。大丈夫だ。はあ、分かった。もう言わない。その代わり一つ覚えておいて。ロードする記憶はクリスが最後に更新をした3月のデータをベースにしたものよ。だから3月以降、例えば彼女が日本に留学していた時のことを聞いても全く通じない。それに3月から今日までの間に私や教授が何度も起動してしまっているから、その度にクリスは、ああ、アマデウスの方のクリスね、彼女は元のクリスとは違う記憶を蓄積しているわ。私たちが聞かせた話、ネットで検索した情報、新しく会話を交わした人たち、そういったものをね。つまりこれから会うのはあなたの友人だったマキセ・クリスではないということ。ああ、
このシステムの問題点の一つなんだけれど、往々にしてこちら側、つまり人間の方が混乱してしまうのよ。まるで本当のクリスと今この瞬間にチャットでもしているような錯覚に陥るから。共有できていない記憶の齟齬に関してこちらの脳がついていけなくなってしまうのね。案内してくれ。こっちよ。随分厳重なんだな。今の時代、産業スパイが一番恐ろしいの。どうぞ。少しだけ後ろに座っていて。準備はいい？ああ、頼む。ごめんなさい、ここはちょっと見せられないの。まあ、俺が見たところでさっぱりだけどな。でも一応ね。どうしたの？いや、今になってちょっとおじけづいてきた。まだ間に合うわよ。今すぐここから出ていけばいいわ。意地が悪いな。そう？あなたのこと心配してあげてるのに。だったら
もう少しそれらしい言い方をした方がいい。クリスといい、君といい、実験大好きっ子は。実験ばかりに明け暮れているやつは可愛げがない。今の発言は明らかに誹謗中傷ね。侮辱罪で訴えてあげてもいいわ。やめてくれ、恐ろしい。いい弁護士を知っているから紹介してあげましょうか。その前に告訴を取り下げてくれ。示談に持ち込もうというのなら、それ相応の金額は覚悟することね。後で毒ペンを怒るから。何がおかしいんです？先輩。先輩、そちらの方は？岡部凛太郎さん。はじめまして、牧瀬クリスです。どうぞよろしく。明日の
さあ、岡部さん、リラックスしてください。あなたは私の声を架け橋として過去へと降りていきます。どん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 降りていって、やがて柔らかい色をした光が見えてきます。その光は何色に見えますか？赤。赤ですか。なるほど。その光の中にあなたの大切な人が立っています。その人はあなたの家族でしょうか？いや。では友人、それとも恋人？恋人。いや、恋人じゃない。友人ですらない。ではどういう？俺とあいつは。ちょっと来てくれませんか？岡部さん、俺が刺した。俺がいいですか？私があなたの肩を叩きます。それを合図に意識がはっきりしてきますから。3、2、1、はい。大丈夫ですか？少し休んでいてください。今タオルを持ってきますから。
まあ大したことないってさ。なあ、マユリ、夕飯これからだろ。何か食べに行くか。おごるぞ。ああ、それなら秋葉原に行ってもいいかな。ルカ君とフェリスちゃんがね、久々にオカリンに会いたいって。秋葉原でチラシを配るサンタ服を着たメイドか。ああ、フェリスちゃんとルカくんだ。てってれー。ふにゃー、キョーマー。岡部さん、マユリちゃん。見てるだろ。いいじゃないかにゃ、キョーマとフェイリスの仲だにゃ。よくない。あとキョーマって言うのもやめてくれって。なんで？あの名前は黒歴史だからだ。ふにゃばいいのかにゃ。
そりゃ岡部とか。やっぱりオカリンって呼ぶのが可愛くていいんじゃないかな。ねえフェリスちゃん。マユシーが言うならこれからそう呼ぶにゃ。なんだか違和感あるけど。ルカ子も久しぶりだな。はい。時々ラボに顔を出すんですけど、岡部さん最近あんまり来ていませんよね。ああ大学のゼミが忙しいんだ。 ATF の準備もあったしな。あとサークル活動もしてるしな。サークルに入ったんですか？何のサークルかにゃ。やっぱり UFO とかユーマとか。テニスサークルだ。なんでテニスサークルなのかにゃ。岡部さん、今までテニスなんてやってましたっけ？初心者に決まっているだろう。話せば長くなるんだが、大学のゼミの准教授がテニスサークルの顧問なんだ。それで勧誘された。一つも長くないにゃ。いや、まあ、聞けって。相手は一応世話になってる人だし、サークルに顔を出してみたんだ。ふーん。そうしたらなんと俺にはテニスの才能があるらしくてな。初心者にもかかわらず会員相手に連戦連勝だったんだ。どうだ、大したもんだろ。はあ、岡部さんってやっぱりすごいです。こんなことならプロテニスプレイヤーを目指しておけばよかったかな。目指せウィンブルドンだね。どうしたフェイリス、頭でも痛いのか。
どこからどう突っ込めばいいのやら。どう考えてもサークルの会員数を増やすための罠じゃないかにゃ。はっきり言うなよ。俺もうすうすそうじゃないかと思ってたけど、考えないようにしてるんだから。でもみんないい人ばっかりなんだぞ。じゃあサークルの練習が忙しいんですね。ん？ああいや、練習はあんまりしてないかな。はい。じゃあ一体何してるの？合コンとか。そんなに驚くことないだろう。俺だって普通の大学生なんだから。そうですよね。すみません。でも、というものがありながら他の女の子たちと楽しく合コン、許せないにゃ。勘違いするなよ。俺は女の子なんか別に。微妙にニュアンスが違う気がするにゃ。場所はラボでいいかな。ルカ君とフェリスちゃんはもちろん参加ね。あとダル君やナエちゃんやスズさんも。笑顔にしよう大作戦。え？
かせてくれよ、まゆり。あ、うん。まゆしーは思うんだ。すずさんって普段は怖いけど、本当はすっごく優しい人なんじゃないかなって。ラボにいるときにね、まゆしーがソファーでうとうとしちゃうと、いつの間にかタオルケットがかかってたりするの。すずさんに聞いてもそんなの知らないとしか言わないんだけど。あ、僕もそういうことありました。以前お父さんに買い物を頼まれて、その帰りに荷物が重くて困っていたんです。そうしたら天音さんが通りかかって、何も言わずに持ってくださったんですよ。へえ、初耳だな。こんなこと当たり前だから誰にも言うなって。あ、言っちゃいましたけど。そっか。ともかく、スズハが嫌がるんじゃないか。スズハは俺を嫌ってるし、マユシーはそうは思わないよ。スズさんはね、オカリンを怒っちゃったこと後悔してるんじゃないかな。その気持ちを素直に言えないんだと思うのです。そうだろうか。うん、きっとそうだよ。わかった。少し考えてみるよ。
催眠療法というのは初体験だったが、なかなか興味深かったな。俺は今まで催眠術なんかにはかからないと思ってたよ。驚いた。かかっちゃったんですか？見事にな。へえ。そういうルカニャンも催眠術とかすぐにかかりそうだにゃ。そんな確かに速攻でやられるだろうな。なあ、お前たち何が食べたい？おごるぞ。やったにゃ、キョウマじゃなくてオカリン、太っ腹にゃん。ありがとうございます。何食べようかな。唐揚げかな。ジューシー唐揚げ。ユシーはそればっかりにゃ。岡部凛太郎さん、はじめまして、牧瀬クリスです。どうぞよろしく。あの先輩、そちらは深夜というわけではないですよね？ええ、違うけれど、なぜ？お二人とも、もしかして眠いのではないかと。私はさっきまで寝ていたけれど、今はもうしゃっきり目が覚めているわ。だらしないのは相変わらずですね。失礼なことを言わないで。では先輩、もう一つ質問しても？ええ、何？岡部凛太郎さんとはどういう関係ですか？この前の ATF セミナーに参加してくれた学生よ。なかなか研究熱心だと思ったから連れてきたの。先輩にそう言われるなんて大したものですね。あ、その岡部さん、専攻はやはり脳科学ですか？それは。しました？岡部さん、彼の専攻は脳科学ではないわ。だけど私たちの研究にとても興味があるんですって。
そうなんですか。デスキネン教授も気に入ってるみたいだし、いずれは私の助手にでもしてやろうかと思っているところよ。え？メスとかメスタナイとかそういう問題じゃなくて、ま、冗談だけれどね。冗談？もしかして本気にした？信じちゃいない。そう、でももっともっと勉強してくれればあながち冗談じゃなくなるかもしれないわよ。仮にそうだとしても、レスキネン教授の助手がいい。教授の助手って思っている以上に大変よ。あの方は本当に子供だから。おかしなことを言うのはやめて。そうですか。そうです。一体何の話を。Thank you.
来るときはノックぐらいしてよ。クリスティーナ、お前はやるべきことをサボって何を見ていた？ちょ、来るな！おい、その、ああこれはひどい、はいはいワロスワロスみたいな笑い方はなんだ？アットチャンネラークリス。